ね、富田にありまして、これはフレイトライナーというんですね。フレイトライナーっていうのは、カスタムメイドトラックを、製造する独立メーカーで、フレイトライナーのコンベンショナルキャブと COE、ボディの外壁からバンパー、燃料タンクまでアルミニウムを対応しているのが、ご自慢でして、巨大なバンパー、煙突状の排気系、延長形式のタンクなどアクセントするアメリカ長距離輸送トラックの、典型的な、ねデザインというふうになっている、トラックです。で、これが日本製の、ねまあ、ものでして、まあ、こういうふうにフレートライナーの、トラックでこうやってなんてってこうやってダサーッとこうやってねやってきた、トラックになっています。なかなかこのトラックというのも迫力があってねいいなといったものをまあ感じさせてくれる、感じがね非常にいいなっていうふうにまあ思いますし、なかなかの、まあ、迫力があるなといった感じでございますね。で、このフレートライナーの、車が昔トミカのも、まあ、あったということで、青箱時代からということですね。この大きいこの荷台の、ダンプというかこういうのがまた迫力があってねいいなっていうものをね、まあ、感じさせてくれるので、そういうところが、まあ、気に入っている車の要素の一台であるかなと思います。どうもありがとうございます。